級土木のですね、施工管理技術検定の第二次検定、これのですね、受験ガイダンス、学び方について、これから始めていきたいと思います。そうしますと、まずですね、この、試験はですね、5日間、ね、5日間でとにかく集中学習しましょう、ね、ということです。で、この5日間やることによって、集中してやることによってですね、まあ、基本の得点となるですね、まあ、できたら60点ぐらい取れるようにですね、しっかりとまとめてしまう。で、それからまあ広く学習する。だからポイントをまず学んでから自分で学習すると。まあ、こういうことは、そのポイントだけをこれから説明したいと思います。ですから、まあ、5日間で本年度の学習の要点をまあ理解しましょうと。こういうことになるわけですね。で、そのまあ手順としてですね、まず2日間ね。2日間は、要するに施工経験記述ですね、しっかりと書けるようにしようと。で、施工経験記述は何書くかというと、要するに工事概要だとか、工程管理、品質管理、安全管理、まあ、これのですね、管理はこっちですけども、これは必ず書かなきゃいけない。で、このですね、どれが出る、工程が出るか、品質が出るか、安全が出るか、ね、2つが出るんだ、どっちかね。だから、少なくともこの3つのうち2つはやっておかなくちゃいけないと、ね。まあ、そういうことになってきます。それから、あと1、2時間はですね、何やるかというと、これはね、10年間ね、過去全部出た問題をまとめたんです。で、それを一括要約リストっていうんですけども、10年間まとめたものです。ですから、その中から今年は特にこういうとこは勉強してくださいよっていうのは、これはここであるわけです。ですから、学習する内容を全部勉強してもらいたいんです、ここはね。だけど、今年は特にこういうところってここで説明しようとね、動画で説明しようと、こういうことになる。だから、ここには10年間でまとめて書いてありますから。全部厚い本をめくって読まなくてもですね、要約は全部前に出てるのでね、これ自分でここをちょっとずつ学習していけば必ず合格しますね、ということです。それからあと2日間、これは実際に虎の巻といってね、基本的なこと、今年出るとかそうじゃなくて、基本的にこういうことを分かっていれば今年いけるんじゃないのというのが書いてある。これ虎の巻、2日間かけてですね、学習。だって経験記述は2日、一括要領10年分全部まとめて学習するのは1日、それから、まあ、具体的にこういうところやっておくの必要なんじゃないのっていう虎の巻を2日間ということで、合計5日間ね、まあ、こういうレベルでやっていきたいと思います。で、あとはガイダンスですからね、まあ、具体的にはですね、皆さんも申し込みをされて10月のですね、22日の日曜日ですね、試験が行われると。で、この試験に合格したら、まあ、2級のですね、施工管理技師の証書がもらえると、まあ、こういうような国家資格者となると、まあ、こういうことになるわけですね。まあ、これはいいでしょうね。次いきましょう。で、ここでですね、要するに2級のですね、検定ではどういうことが問われて、配点はどうなってるのと全体像を見ていきましょう。そうしますと、問題は1番から9番まで出てあります。で、ここまでは5番まではこれは全部こうあれのね、必須です。ここは必ずやらなきゃいけないということですね。で、ここの得点合計見てみると、こう経験記述というのは品質、工程、安全のうちどれか1つ出るんですね。だから2つはやっておかなくちゃいけないね、ということです。そうすれば必ず、まあ、間違いなくどっちが出ると、こういうことですね。で、これ記述式ですね。そして40点ぐらいあると。これ想定ですよ、予想ですよ。別にこれ国が示してるわけじゃない。大体40点ぐらいあるんじゃないかと。ね、ということ。で、あとはですね、2、3、4、5は必修ですから、みんなやらなくちゃいけないね。で、後ろの、だからここまででですね、すでに必修ですから、ここで80点あるんだよね。80点。必修が80点で、あとは選択だ。こっちを取るか、いずれかだな。こっち、要するに6、7のいずれを取るかということと、あるいは8、9のいずれを取るかと、いずれを選択するかと、まあ、こういうことですね。まあ、こっち側が記述式で、こっち側が用語を選択する方で、どちらを取っても構わない。ここが20点だ。だ、選択は20点だ。こうなってね。そうすると、我々の学習の目標は、これでね、ここで40点だから、これ準備できんだから、最初からここは。な。だからこれを30点取って、ここで40点取れればいいんじゃないのと、こういう、まあ、想定です。そしたら70点になるじゃないですか。ね。合格は60点以上だからな。60点以上ですからね。ということになるわけです。ですから、こういうふうな感じで70点を目標に、これから学習を進めていきましょうと。まあ、こういうような用紙です。わかりますね。で、中身は土工とか、コンクリート工とか、品質管理、安全管理と、それからまあ工程管理のことですけども、まあ、施工
管理と、まあ、こういうものは両方とも一緒です。出るのはね、まあ、こういうものが出てくるとこういうことです。まあ、基本はだからあくまでも土工とコンクリート工、これがやっぱり一番基本になっているということになりますね。はい、行きましょう。そうすると、まあ、あの初学者向けの、まあ、初めて学ぶ人はね、ちょっとよく分かんないということで、どうやって学ぶかということは書いてある。だから5日間どうやって学ぶかね。1日目ね、これはまずはですね、あの一括言われますよ。10年間、過去10年間の問題を勉強してくださいと、ね。2日目、これはですね、ここのところでは主にコンクリート工と土工だな。これをまず学習。だからここは2日目はコンクリート工と土工と、コンクリート工と土工をやりましょうと。ね。それからここ の, あの3日目はですね、これはあの後ろだな、今度はですね、ここでいう、まあ、品質管理、まあ、安全管理、施工管理と、まあ、こういうものをやりましょうと、ここではね。ということで、ここまで、それから ここまではだからあの一般的な問題、それからこっち側は施工経験期、2日間はね。でまずね、ここであの準備をしなきゃいけないんだな。だから要するにあの工事名を書いたり、工期を書いたり、あなたの立場を書いたりするので、ここでですね、あの準備をしておいてやらなきゃいけないね、これ準備ね。要するにあのほら、どういう仕事をしたかというと、整理、自分で先にね、自分は何をやったのかという、何を書こうとするかということをちゃんと整理して準備して、工事の名前とかそういうものが分かるようにできたら、まあ使用書ってなんですけども、そういうと設計図書とかっていうのがあるので、それをまあ契約書に書いてあるんでね、それをまあ準備するとか見てもらう、あの上司に聞いて、内容をですね、どんなものだったか準備していただくとかね、自分が書こうとする工事についての契約関係の準備をしてもらうと、こういうことですね。そして要するにあのまずストーリーだな。私はどういう工事をして、どういうことが工事の時にどういう問題があって、私はどのように解決しましたと、こういうその順番ストーリーがあるんですよ。だから私はあの下水道の工事をやりましたと。で下水道の工事であの深さがね2メートル以上にもなったので、土砂崩れの心配がありましたと。でこれについて私はこんなふうに、土留め方法をやって安全を守りましたと、まあ、こういう例えばそういうストーリーを考えるわけです。で自分のやった工事のストーリーをしっかり考えるとね、私は何じゃ、工期を守るために私は何をしたのかとね、要するに一般体制でしていたけれども工期は間に合わないんで二班体制で工事を進めましたと、そういう工程管理の問題ね、まあ、そういうようなことですね。それからアスファルト舗装なんかするときに温度を管理してですね、運んでくる温度をちゃんと管理して、そして締め固めて、冷えちゃうとね、あのアスファルト固まらないから、あの締め固まらないからね、だから温度が高く必要以上の例えば110度以上なきゃいけないわけです。それで管理するんだな。でそれでそれ管理して、そして締め固めて、所要の締め固め度っていうのは品質なんですけども、それを確保しましたとか、そういう感じでストーリーを作っていくとかが非常に大事ですよということですね。でもそれでストーリーに合わせて、まあ、具体的に自分の決めた要するに品質、工程、安全のね、3つテーマあるんだけど、まあできたら3つやればいいんだけど、少なくとも2つはやってください。2つはやっとかないとダメですよということです。まあ、こういうふうにして実際の学習の進め方は、1日目は要するに一括予約と、過去10年間どんな問題が出たかということで、ポイントをこれが説明しますからね、でそこをしっかり学習してください。それから2日目はですね、これは主に土工とコンクリート工の学習してくださいと、ね、いうことです。それからあとはですね、品質、今度は安全、ね、3日目はこれやりましょうと。であとは経験記述を、ストーリーを作って翌日には書きましょうと、こういうようなペースになります。これで合計5日間やっていきましょうと、こういう大体流れ方、分かりました。じゃあ次行きましょう。で一応、じゃあ一括10年間何書いてるのか、こうだな、10年間に全部問題が出てるんだけど、どう書いてるかと、これ2番から9番の要点が全部ここに書いてあるわけ。これを通読すると学習を確かにできますよとね。最近の一応完全合格の学習法って書いてある、これ動画も上がってるから、まあ、これもついでに見てくださいと一緒にね。ということでこれとセットで学習すれば結構今年の要点が 早めにまとまります。そこだけは出るってわけじゃないんだけど、結局そういうことをようやくだけまず理解しない、全体を理解して今年はどこだっていうことをやって、それから広げて勉強していくと、こういうことですね。ここだけは出るってわけじゃないんですけれども、まあ、そういうものの要点を集中して少なくともやっておかなくちゃいけないというところをこれから説明していくと、こういうことだね。まあそうすると電車の中だとさ、隙間になるさ、
まあ、スマホで3分でも5分でもいいじゃん。トイレ行ってさ、大きいやつやるときちょっと見たら5分もかかるでしょ。その時見ると、まあ、そういうこと、習慣を試験の前までつけておくということが非常にいいんじゃないかということで、これ挙げたんです。うちは特にね、10年間でもまとめて挙げたわけですよね。行きましょう。で、じゃあこういよいよですね、どういうふうになってるかというと、このテキストは受験ガイド、今皆さん聞いてますよね、こういう受験ガイド。それからさっき言った動画ね、10年間、過去10年間の全部の問題、要約書の今年は何だというところが出てるわけで、ここでね、これから説明すると。それからあと成功経験計測、この書き方詳しく書いてあるからな、これもこの参考にしながら書いてくださいね。そして各科目があって、ここでは実際に何が出るの。で、これはどことかこういうヒント、これだからここを見たら書いてあるわけね、これセットになってるから。だから実際の本文ここにあるから、で、これとこれと連動させながら学習してくださいね。連動させながらね。そして、実際に今年のところは、こういうところは一応やっておかなくちゃいけないんじゃないのっていうのが、こういう動画で上がってます。こういうことですね。まあ、こんなような形ですね、これから5日間学習を一緒にしていきましょう。じゃあ、これで終わりましょう。